あのなんかターミナル入ってったかな。40分か。ありがとう。ステージとスネは仲いいの？だってマルコだって結構仲いいでしょみんなと、うん、俺は慣れ合わないよああいうタイプは。あとロビンソンさんとかもみんな仲いいんじゃない、何気にあっち系は怖いから車で行き来。公平はゆまるとやったんだよな、いいなって。うらやましいの？ゆまるちゃん、まあスネ夫ともやってるんじゃない、わかんないけどわかんないですけどね。誰とでも、いやそれはないんじゃない。ゆまるちゃんはあのマサヤンしかないからね。マサヤンと俺だけらしいよ、ふわっち配信者は。マサヤン、だマサヤンが一番やりちんだよ。消えたけど、それだけらしいですよ。ポンタと今やってるわけないじゃん、そんなの。やってないよ。よっさん01ブロック解除するって昨日言ってた？嘘おつ。しないでしょ。あ、つか昨日日曜日競馬はどうだった？つか来週宝塚記念あるじゃん。宝塚記念。一号本当？ね、言ってた？ああ、言っといて。ブロックなんか解除しなくていいから。お前みたいに聞いちゃってね、半年ね、ブロックするようなやつと関わらなくていいよ、二度と。って言っといてね。あ、いちいちあの、すり寄ってこないで、二度と。俺、あの、金梅さんいればいいんで。うん。強気だな。当たり前じゃん、そんなの。なんでそんな媚び売らなきゃいけないの？だって仲良くしていいことある？よっさんって急にディスられたりとか文句言われるじゃん。やだよそんなやつ。うん、別に麻雀大会も行きたくないし。あとよっさんといえばの企画ある？麻雀大会も別に呼ばれなくてもいいし。あとなんかあるか？うん、競馬も別に政治とやるし政治とやるのが一番盛り上がるしね。忘年会は金梅さんに呼んでもらうし。うん、でも忘年会行かないかな。俺が行くとあの元カノ系が行きづらいでしょ、来るとか。ゆまるとかがね呼ばれた時に。だから行かなくてもいいよ。海老蔵にナイス負けるぞ。いやちょっとマイペースにやろうよ。マイペースにね。金梅さん呼ばれるとか、よっさんが呼ぶね。よっさんが。ひどんなさん、行かなかった人応援します？誕生日会に行ってないっすよ、呼ばれてもないし。よっさんとは二度と仲直りしない。海老蔵とのさ、1600ナイス？え？どういうこと？1600負けてるってこと？だから最後の10日間が始まったわけですよね。で今んとこ完全制覇をしてるんだけど、でこの10日間っていうのがもう体力的にも精神的にもちょっと厳しくて、この10日間頑張れば、うん、8差、うん、これ毎日やってるじゃん。毎日イベントだよ。しかもあの金で解決できないじゃん。だからこれ難しいよね。難しくない？フォローしてバーガーで安く見られたもんだね、ほんとね。みんな
俺たまにね、あの何万円も課金してる人もフォロー返すの忘れてるぐらいなのに、まあいいか、してあげるか、顔見てみよう。あ、かわいいじゃん、ギャルじゃん、ギャルじゃん。どっち、左と右、ちなみに、うん、しなければいいじゃん。いや、ね、内装してくれるかもしれないし。あ、メガホン999個で、つか、あのメガホンで爆投げしてくれた人とか見てるのかな。マンスリーの時に応援してくれた人いるのかな。あんまりね、誰が見てるか分かんない。いる、先月応援してくれた人。リスナー離れちゃってんじゃないのこれ。ん、何何何このスクショは。まあもういいや、もうゆまるとスネオの話はいっぱい送ってきてるけど、ゆまる編がひどかったからっつうか、ゆまると別れてマンスリー1位になったんだよ。ちょっとバカ多いわ。いるよ、ずっと見てる。あ、見てくれてるの。斎藤匠に似てる。どの辺が似てる、どの辺が、何、色気あるね、斎藤匠に似てる、よく言われる、なんか色気あるって。誠司がナイスやらない理由、誠司がナイスやらない理由は、ウイタと付き合ってる時はナイスなんか全然なかったんだよ。で、別れて今また人気者でしょ。だからやるなら来月とかやるんじゃない、うん、やるならね、うん、ナイスを。本人はやらないって言ってるけど、うん、しかも来月はナーボーとかいるんでしょ。これ大変なんじゃない、うん、誠司もともとナイス多くないよ。パルパルと養分と俺が剥奪された時に確か2ヶ月連続取ったんだよ。で、みんなで確か応援してた気がする。去年だっけな、ちょっと記憶が浅はかだけど、うん、一緒に4人で旅行行ったりとかしたんじゃない。どこ行ったっけ、どっか大阪の方のなんか温泉行ったような気がするよ。で、俺ん家で音カジやったりとかしてた気がするよ、うん、あれ有馬行ったんだっけ、有馬で、そこでなんかパルが途中で帰るって言ったら、リスナーがあのパル空気読めないなみたいになって、そっからパルがもうコラボ嫌いになってるんだよ。みんなと旅したりするのがもう嫌なんだよパルってああ見えてね、あの人の枠でヘイトを買うのがマジで耐えれないタイプだよ。自枠ならまだしもね、人の枠であのアンチされるのがマジで効いちゃう、パルパルさんはね。誰でもそうだろ。いや、マリオとか聞かないでしょ、うん、ミーコとか聞かないじゃん、どんだけ叩かれても。うん、で、火薬さんもう聞いちゃうから養分と喧嘩になったんだよ。うん、正直絡みたくないって、どうせ絡んでも俺の悪口だらけになるみたいなこと言ってたでしょ、うん、何この配信、なんだろう、雑談、何これ、家で配信、誰もおいでって言ってくれない。家に来たいっていう人はいるけど、俺においでっていう人はいません。ナイスしました、ありがとう。遮断、ずっと座って大丈夫だよ。新宿の人で、あ、ハイボール小役ちゃんね、イベント強い子ね、毎朝あのケツ見してる子ね、ブルブル乗って。
やっぱ彼女がいるってだけでお誘いもないか。そりゃそっか。どうしようかな。やっぱ男と絡んだ方がいいね。うん、女がダメだな。もうモテ期も終わっちゃったしね。うん、あ、リカエルちゃん、デイリー2位になれたらしいよ。おめでとう。ありがとうだって。デルマヨリスナーが投げてるらしいよ。おめでとう。これ家賃払えるらしいんでね、リカエルちゃん。3ヶ月滞納してる家賃が払えるらしい。ナイス、エビゾー超えた？オッケー、ナイス。ちょっと400ナイスまで行きますか。ユマルツイッター見て、俺ブロックしてるの。全部。LINE、電話番号、ツイッター、フワッチ。全部してるんで、見れないんですよ。ユマちゃんのね、ツイッターも。ね、ツイッターで何を言ってるの？ツイッターで。何？隠し金って。隠し金って何ですか？何？隠し金って。ツイッターで暴露してる？これもう電話していい？もう。そして何も知らないのに首を突っ込んできて、ユマルとスネオは黒とか配信で叫んでた。バカみたいなゼロワン。配信で叫んでたって、YouTube 上がってるのも。アホすぎて。ふわっち王としてもこれから頑張ってくださいね。何笑ってんのこいつ。真顔で。聞いちゃって配信もやめたくせに。隠しがね、貯金ありますよ。貯金は。何それが。これが暴露？これがこいつの言う暴露？なんかこの前の養分と一緒だね、なんか。俺がイベントのお金を一日で溶かしたとか、ね、脱税とか、そんなんばっかりじゃん。お前、ユマル今から家乗り込んでやろうか、てめえよ。お前、かまってほしいんだろ？妬み？かまってほしいなら家行ってやろうか、お前。今回泥棒猫もできないもんね。全部ブロックされて。何？これが暴露ってやつ？で、配信で叫んでた。ユマルとスネオは黒って YouTube 上がってる？そういえばさっきの動画ちょっとそれ確認して。うん、あいつ言ってたよね、俺の配信見れないって。 YouTube でしか見れないって。 YouTube で上がってた？これ上がってないんだったら俺の配信見れてるよね。うん、あ、上がってるんだ。ってことは配信終わって YouTube を見てやってるんだ。眉のことも書いてる？なんて書いてるの？眉も巻き込まれてる。これマジで やらないとな。うん、ちょっとライさんに電話しようかな。ライさんに。戦争始まる？猫って何？何猫って？ん？あ、泥棒猫っていうのは、前ユマルと1週間復縁した時にサブアカで DM してきて、まだ好きって送ってきて、俺が寝てる時にユマルにそれ見られて、もうブロックしてって言われたけど、いや俺がもう眠たくて、あのブロックしなかったらもう前が出てったんだよ。うん、何その猫って。なんて言ってるの？
これが反撃なの、こいつの。何？ん？何何？うん。12秒。こいつ頭、こいつ決まってる、こいつ。足立区で猫とまゆちゃん抱えながら幸せに暮らしてよって、あのハニーちゃんのこと猫だと思ってるの？やばくない？犬なんだけど、うちのハニーちゃん。頭大丈夫？ねえ、自分のことちゃん付けしちゃってるけど、君大丈夫？で、やってくるなら俺もやるわ。嫌がること、嫌がることやっていい、もやり返して。あの松井和代みたいなね、髪型してねえ、鼻も性格も曲がってる、鼻も性格も。松井和代のがマシだよ、鼻曲がってないから。やめてね、本当に。今まで付き合った女で一番性格が悪い、お前は。まだやる？ツイートしろよ、やってやるから。金隠してるとか、ハニーを猫って言ったり、何が言いたいの君。やばい、警察来た。通報された？ああ、警察いなくなった。まあ、警察の人に、ここの路地ならいいんじゃないって言われたとこ止めてるからね。うん。またかよ。いや、素通りされた。大丈夫。うん、でね、ずーっとパパ活で生きてきて、楽して金稼いで、体を売ってね、そんなやつに言われたくないんだけど、ああでもない、こうでもない。今のが暴露？名誉毀損だよ、そんなの。大人になったわけな、うざいじゃん普通に。うん、で眉のためにも戦わないといけないしね。うん、ゆまちゃんとか慣れ合ってたら余計傷つくでしょ。だから敵としてみなしてるよ。うん、慣れ合う気なんてさらさらないね。うん、かまってほしいの？泣きながら言ってたもんね、まだ好きって。もう諦めてね、そろそろ。いい加減、ゆまちゃん。俺はもう大嫌いだよ、君のこと。ただ森マンだから、それがちょっとぐらいだよ。うん、だから猫っていうのも、俺が猫好きっていうのを知ってるから猫になってるんだよ。うん、俺もしね、 100% ないけど、万が一ゆまると戻るようなことがあるんだったら、本当に配信者として潰れるし終わると思う。リスナーさん、そう思わない？万が一ね、そのようなことがあるとするなら。うん、前から思ってる。ちなみにゆまるちゃん、マンスリー1位の時も爆投げしてくれました。アイテムたくさん投げてくれました。だからもうそれ以上やめてね。俺ももうエマちゃんたちの話題はもう終わってるから、配信の一部として取り上げただけなんで、やめてくださいね。アムチに投げ終わった後に俺にも投げてくれて、いちいち俺そのこと言わないでしょ。優しいよね。うん。ゆまると復縁してからもう悪に来なくなりました。はい。まあブロックしたんでね。うん。優しいでしょう。ね、なんでそれが地投げになるの？もう別れてるのに。連絡も取ってないのに。思考大丈夫ですか？前と復縁してから枠に来なくなりました。で、昨日、あの眉にグーで殴られたのも
どうだったって言って、あ、胸に響いたって言ったらグーで殴られたんだけど、お前ユマルのこと考えてたろだろうって勝手に決めつけられて殴られた。やめてね、ユマルちゃん。君のことを考えながら前の歌なんて聞いてないんでね。君のせいでグーで殴られたんで。で、明らかにおかしいでしょ。ユマルと付き合って、マユと付き合って、ユマルと付き合って、マユと付き合って。ここでまたユマル挟んだら、おかしくなるでしょ。明らかに。今でもおかしいよね。何や俺はあっち行ったりこっち行ったりしてるのってなるじゃん。うん、もうわけわかんないじゃん。だったら、ゆまる行って、まゆ行って、ゆまる行って、まゆ来たら、今度は、うさちゃんとか、そうなるでしょ。うん。また、ゆまるはないよ。だって、ゆまるちゃん、地雷じゃん。超ド級の。超ド級の地雷だし、暴露系だし、口は軽いし、今、仲良くしてる右乳の暴露もしてるし、以前、暴露したのは、右乳の奥さん誰だっけ、名前出てくるな、元奥さんマリアンヌちゃんと結婚してる時に、右乳バーがあった時代に、トイレで別れた彼女ティオちゃんだっけ、なんかいたじゃん、トイレの中でエッチしてたことを暴露したんだよ。誰だっけ、最近まで付き合ってた人、うん、ケロちゃんだ、ケロちゃん、うん。でユマルの立場からしたらマリアンヌちゃんと仲良かったんだよ。で右父に聞いたことをあえて言ってるんだよ。だから仲いい友達すら傷つけるし、友達を平気で裏切る。だから俺に言ってた。女の友達が一人もいない。男友達しかいないって。ゆまるちゃん、それじゃあ女の友達できないよ。俺と付き合ってね、鼻毛の、まあ、結婚したじゃん、鼻毛はね。入院中にね。で、マネージャーとは友達なんじゃない？うん。あと、リリーさんとコラボしたって、リリーさん友達だと思ってないと思うよ。君のこと、うん、でマリアンヌちゃんとももう関係も立ってます。うん、ちなみにエンディとはもともとめちゃくちゃ仲良かったんだよ、ユマル。あ、イルカショーありがとう。エンディとはもともとめちゃくちゃ仲良しだったの。あ、ありがとうございます。ありがとうね。あ、かわいい。ちょっとやば。シルバー東京暮らし。現役 AV 女優？現役 AV 女優。これ、ルイージュの家に最近いた人だな。かわいいって言ってた子じゃない？いや、セクハラの後の子だよ。うん、ルイージの家来ます？今から。あ、ダメ、悪い癖出てる。俺は独り身じゃない、マユがいる。いつものノリでそういうこと言っちゃダメだ、また喧嘩になる。マユリスに怒られちゃう、ごめんなさい。あまり俺を誘惑しないでほしい。イルカなんて投げられたら俺に好意があるんじゃないかなって勘違いしちゃう。ちょろいんでやめてほしい。一人じゃない、マユがいる。病気出ちゃう、反省して。あ、佐藤たちゃんありがとうね、くまさん。もう我慢、やばい、これ言ったら怒られちゃう。700ナイス行ったら衝撃的な発言を言いたいと思います。700ナイスで。
釣らないと押してくれないんで、ナイスと、ナイスを押してくださいなんて言いたくないんだよ。言わないと押してくれないから言うんだよ。でも言っても押してくれないと釣るんだよ、この悪循環。かわいいまゆちゃんがいます。あーちゃんありがとうございます。で俺あーちゃんとご飯行きたい。あーちゃんにご飯ご馳走してほしい。うん、門の目ちゃんはねご飯とか3回ぐらい行ったことあるんだよ、3、4回。うん、面白ければ押すって毎日何かわちゃわちゃできるわけじゃないよね。たまにこう一人の時にいろいろ振り返ったりとかいろんな話してよ。俺の配信毎日見てる人はこういう何気ない会話が楽しかったりするじゃないですかね。ふわっちのね話でもいいし、個人的な話でもいいし、うん、何だってできる枠なんでね。はい、掲示板のようにね好きなこと書いてくださいよ。ブロックもしてないでしょ一人も。うん、姫ころちゃんがお気に入りなんだろう。でもあれは住む世界が違う、無理だと思います。俺は自覚してる、俺は汚れだから。発作出るまなら別れてあげて、かわいそう。え、別れたらいいの？匿名さん、ずっとまゆちゃんまゆちゃんって言いながら別れてほしいの？別れないよって、なんで？まゆナイスのためって、あの復縁する前と後ってナイスって減ってるからね。聖児たちと旅してる時の方がめちゃくちゃ多かったよ。ちなみに先月マンスリー1位になって、で今月1日に配信つけた時は一人で1800行ったから、もともと先月のマンスリー1位で好感度っていうのは上がってるんだよ。うん、これ見てるとわかるけどね。まゆちゃんとうまく、あ、ありがとうございます。アラビラブだよ。あのマユリスは最近ナイスがあるの、あのマユのおかげだと思ってるんだよ。いや、まゆちゃんのおかげもあるかもしれないよ。うん、でも俺はねゼロリスが押してくれてると思ってるよ大半は。もちろんマユリスナイスをしている、ありがとうね。でもマユリスもいい子多いしね。うん、ひまわりちゃんとかね、うん、ひまわりちゃんとかさあちゃんとかいっぱいいるじゃん、いい子が。もうやめてよこれ。どうするのじゃん。今日は12時に枠つけたらすぐ1000ナイスぐらいをしてもらえるかな。そしたらパルと遊びに行こうかなと思ったんだけど、そんなやっぱ甘くなかった。いや、アイテムの爆投げリスナーじゃなくて、いつも前がタヌキ枠やってるからタヌキの人わかんないからね。アイテム投げる人しか覚えれないよ前のリスナー。だってタヌキに紛れてるんだもん、覚えれないでしょ。アイテム投げる人は覚えれるじゃん、そういう差ですよ。まゆちゃんは変わらず好感度は高いよ。酔っ払ってる時はちょっとアンチ増えるけど、また起きてみんな酔っ払ってないごめんねって言えば大丈夫ってなるから。でやっぱキラコメも多いしね。俺は配信しててもね、かっこいいとかかわいいとかね、キラコメなんかないんだから。キラコメなんて、キラコメなんかしてくれないじゃん。うん、スネ夫がええ場にするって言ったって、最近元政治リスナーの M ヒデさんがねアンチ活動してるじゃん。そんなんで潰れないよ。うん、どんだけふわっちに貢献してきたの。今もナウだけど、うん、はっきり言ってこの前パルパルと喧嘩したじゃん。貢献してない同士だったらバンになってるよ。俺とパルパルだからっていうので配信停止ぐらいで済んでるけど、よっぽどスネ夫も聞いちゃったんだね、正論言われてね。ユマルのツイート、まだ更新された？更新された？ねえ、もう家乗り込むわ、頭きた。乗り込みます。
あったまきた。もう特別対決するわ。あったまきました。我慢限界です。取り込みます。わちゃ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 よ。どいつもこいつもハエみたいに飛び回りやがって。あ、和道さん始まりました。ツイキャス最近の和道さんの色恋配信が楽しくて通知取っちゃいました。言いやがってよ。おびき寄せようとしてる。ちょっと待てよ。罠か。二人一緒にいる。罠か。餌まかれてる。酔ってるやついねえよな。やば、充電器忘れた。やば、充電コードないじゃん。配信できないじゃん、俺。充電ねえわ。どうしよう。ツナちゃんを送るっていう趣旨で来たから、配信の準備を全くしてない。どうする、みんな。コンビニ高いぞ。2000円するよ。2000円。帰る？帰ろうっていう人はちょっとナイスをしてくれる。ちょっと増え方見るわ。今500ナイス。もう相手にするなと、ほっとけよっていう人は。こっちは向こうの庭だからな、歌舞伎町。部が悪いな。40人増えたか。40人か。ちょっともうやめてくれる、ツイート。めんどくさいから。粘着クソ女。お前は眉に負けたんだよ、ゆまる。先日の感謝の件。あれ誰？先日の感謝の件。あ、ミラーした人かな。ありがとうございます。2万円って何？2万円って、うん、2万円って何？